テンストさんの配信会お邪魔しましたとも言えば、あ、いやいや全然、あ、テンストさんからありがとうありがとう。いやコラボも大事だね。こうやって新規の人が見るようになったりとかさ。来月韓国配信するから見てね。テンストさんから来てくれた。テンストさんコラボしやすかった、とっても。いやそんなことないけどさ、そんなことない。韓国は20日か、この前と一緒、3週間で10月の1日大阪行こうかなって。で10月の1日からイベント出ます。ちょっと韓国資金貯めないとやばい。何するか分かんないから。うん。ゆうは何しに韓国？結婚かな。彼氏作って結婚できたらいいんじゃない？結構出会いあるからね。ただ結構傷つく。ダウンタイム中だとなんか睨まれたりとか、結構冷たかったよね。整形ダウンタイム中とダウンタイム前のなんか人のこう反応が全然違かった。あと「シッシッ」とかね「あんたの顔怖いからあっち行きなさい」とかね。アンブレと偶然再会したら逃げられるんじゃない？うん、逃げられるんじゃない？追いかけるけど、そしたら、うん、じゃあメイク道具持ってくめんどくさいけどね。韓国なんてみんな見慣れてるでしょ。まああとは、まあ、日本人嫌いな人もいるじゃん。でもなんかね、韓国人ってまあいい意味でも悪い意味でも素直だから、指さして笑われたりとかね。ありがとう。たこしさんからとても綺麗なことで、これ読めない。驚いた。ありがとう。たーくんハート花火ナイス。驚愕しました。ありがとう。お金持ち驚愕したってありがとう。じゃあ漢字わかんない。嬉しいね。またテイストさん白くのとこ行くかもしれない。白くんとはお友達になりました。メイク道具持っていって。起きてたんだ。姉ちゃんありがとう。クマ。わかった。持っていくよ。まあ持っていっても1回ぐらいしかメイクしないと思うけど。わかりました。持っていきます。洋服どうしようかな。アンブレラとは、どこだっけな。アンブレラ。ホンデっていう、まあ日本でいう原宿みたいな、そういうところで出会った。あそこは芸能事務所が近くって、わりかしイケメンとか可愛い子いるよね。テンストさんからもありがとうね。韓国人と結婚したいの？分かんない。出会いだから。好きになった人が好きだから分かんないじゃん、どんな出会いがあるか、うん。いやでもアンブレラね、なかなか配信できなかったのが、だから絶対私もう今後どんなにねいい言葉でもハングル語はもう絶対にダメ。絶対ダメハングル語。あと眉の年齢31とか教えるやつもね。だ31って数字もNG ワードにしとく。31、30、あとワンチャン、まあ、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、ここまで全部ブロック NG ワードにして30から40、あいつらあることないこと40とか言うからね。あ、38の数字が謎に多いな。じゃあ41も NG で、だから数字ダメで、ハングル絶対ダメ。うん、そうなんだよ。で、前のリスナーさんも結構間違えてハングル文字ねブロックしちゃったんだけど、もう今後徹底的にもう絶対にもうこれもう、あ、むしろ韓国人とコラボする時は定期係よろしくお願いします。ハングル語をどんなにいい言葉でも禁止、ブロック対象ね。キョンシーもかわいそうな目にあったからね。ほんとかわいそうだったキョンシーが。なんか僕は本当に日本人のこと好きなのになんでこんなに悪いことを言うんですかって、僕はすごく傷つきましたよって。アンチども、うん、ね、だからごめんねリスナーさんが優しくハングルもうダメね。うんうん、713、本日たこしさんとコラボ、あ、違うよ、今日は総理とコラボ。天素さんは分かんない。またでもいつかね、シロくんちまた行くんじゃない。その時にまた天素さんねよろしくお願いします。なんかさ、天素さんがさ、大阪行った時全然俺の家配信者みんな使ってるから俺んち全然使ってもいいよって天素さん言ってくれたけどさ、やめた方がいいよね大阪行った時。なんかさ、せいじさんとかさ機長さんとかはさなんかもう男だしあれだけど、私まあいいよって言ってもらったし、だけどやめた方がいいよね。いいよって言われても、まあ女だからね。だしゆわちゃんがとかね、ゆわちゃんがいいって言ってても、うん、ダメだね。うん、食われちゃうよとかじゃなくて、天素さん東京に住んでるから、まあ、やめとこう。じゃあ源さん家泊まろうかな。源さん家誰か泊めてくんないかな。松平源さん、慈一さん泊めてくれるかな。誠治さんの家ダメでしょ。キャリーちゃん、いやなんかさ、私なんかねキャリーちゃんとコラボするのちょっと怖いんだよね。なんか言われるし、なんか女同士だと特有、なんかすげえなんかコメントでいちいち言ってくる人いるんだよ。なんか知らないけどキャリーちゃんの時一番あれがちょっとトラウマなんだよね。もうめんどくせえってなっちゃうの。うん、あ、パチオリさんの家とか早くさん多分ダメじゃない。そうだよ、違う、キャリーちゃんはいい子なんだけど好きなんだけど、だそうなるとなんか配信すんのやめようかなって思う。じゃあ配信しつけないでキャリーちゃん家行こうかなとか。でもそうなるとさ、せっかく大阪行ってんのになと思いますけど。うん、そうなんだよね。なんか別にキャリーちゃんとまゆって本当に仲いいのに、なんか普通になんだろう、本当に仲いいんだけど、例えばジョーク言うとかわいそうとかね、かわいそうキャリーちゃんにそんなこと言ってとかね。でもだったら仲いいからこそ言えるジョークとかあるじゃん。じゃなかったら配信外遊んだりしないからね。うん、あれがちょっとトラウマ。あの水着配信もね、あれもだってキャリーちゃんがね水着配信しようって言ってくれて提案してくれてやった企画なのに、なんか自分の体を見せたいマウントとかね、めんどくさいんだよマジで。うん、そうマウント、あとなんかそれでね勝手にだから憶測で言ってきて「眉は映るな」とかね、そういうひどいこと言われるのがね疲れちゃうんだよ。でそれでなんか私が不機嫌になるのもキャリーちゃんに申し訳ないしさ、うん、でもそういうことを言ってくる人ってまあそうなんだよね。疲れちゃうマジで。だからそのキャリーちゃんがね26日に東京来てくれるって言ってたけど、コラボしようって言ってくれたんだけど、ちょっとね悩んでる。うん、配信外で遊ぼうかコラボするか悩んでる。うん、でもキャリーちゃん多分配信つけたいだろうしなって。うん、キャリーちゃんのお前63号しつこい。お前もロックもしてたけどエンタメ入れるからだろっていう。配信って全部エンタメじゃない？ほとんど。そんなマジで見ないでよ配信をさ。エンタメ入れるからだろって、エンタメの何が悪いんだよじゃん。そんなマジで見ないでよ。真面目にやってたら面白くないくせにさ。配信外でそんなことしてるわけないじゃん普通に。うん、エンタメなかったらつまんないっていうくせに63号さ突っかかってくんのうざい。嫌いだったら見なきゃよくない？うん、ミーコとかデコルテ姉さんみたいに相手をバカにしたようなこと扱い。私がミーコと姉さんのことをバカにした扱いしてたか63号。お前しつこいけどどこが私バカにしてたの？じゃあなんで私ミーコとデコルテ姉さんを仮にバカにしてたとするけど全く荒れてなかったのなんで？じゃあ私バカにしてたんなら違う。じゃあ日本語意味わかんないからお前さっきからね、ちょっと日本語ちゃんとしてくんない？私がいつミーコとお姉さんのことバカにしたわけ？うん、めんどくさい。うん、全部認めないじゃん。お前さっきコラボバトルもやめろとかね。うん、だってさ、そうじゃん。ミーコとデコレネのをバカにしてないっていう。私がいつキャリーちゃんのことバカにしたの？それは私がいつバカにした？私がキャリーちゃんのモノマネするからってこと？私ミーコのモノマネとかもしてるよね。お前がバカにしてんじゃない多分。じゃあお前がバカにしてるからそういう目線で見ちゃうんじゃないじゃん。自分の憶測で絶対そうだと思うわ。でお前が失礼ってこと。うん、てか普通に友達同士でなんだろうバカにしてるとかないからね。うん、だから自分がそういう気持ちなんだ。だからキャリーちゃんのご飯全部食べようとするの不快なんだけど、じゃあそんなマジで見てるんだったら見ない方がいいんじゃない？うん。でキャリーちゃんと私仲いいから仲いいからこそそうやってふざけたことできるだけだから。でキャリーちゃんも分かってるからそれでマジで怒るんだったらもう配信見るのが向いてない、うん、向いてないと思う本当に。うん、63号向いてない配信見るの。それでマジで怒っちゃうなら、うん、なんかこう今日天気いいよねとかそういう女子会とか見た方がいいんじゃないじゃん。なんかあ、まるまるちゃん可愛いよね、そんなことない、まるまるちゃんの方が可愛くてとかね、そういう配信見たら落ち着くんじゃないじゃん。いや別に都合悪くないもんだって。私別に都合悪くない。悪いと思ってない。だからそういう時にマジになって本当に眉って不快だわとか言ってくる連中がうざいから疲れちゃう。別にそれ私が悪いって思ってないね。胸張って言うけど。大阪は来月の頭に行きたいなって思ってる、うん、そういうコメントの方が不快だからね。じゃあ私自分のリスナーさんとかにチャリーちゃんとのコラボでまゆがこういうところが悪かったよって一度も言われたことない。マジで言われたことない。だけど荒れちゃうのが悲しいは言われてたけどね。あし、ないね。うん。本当だよ。あ、たくみさんおはよう。荒れるのが嫌だって言って、お前のコメントが原因だって言ってんの。うん。お前みたいな害虫が原因で面倒くさい、それが嫌だって言うの。お前みたいなコメントが嫌なの。そういうそんなのでアンチが増えるんだったら、単純にねそれって前のアンチが集結して適当に言ってるだけなんだと思うんだよね。うん、教えてやってるじゃなくてお前だよね。お前典型的、お前みたいな連中。じゃあお前の配信害虫だらけ。いや今ここに370人見てお前だけだよ害虫。1匹だけ。お前だけ。うん、害虫だらけってお前だけだよ。ただキャリーちゃんとコラボすると、だって例えばね、じゃあ姉さんの時とかも私ふざけてたと思うよ。結構みーこの時とかね。だからキャリーちゃんの時だけだからね。だからそれが悩み、うん、悩みですね。うん、まあでもそれでも居続けるって好きなんじゃない？何人アンチいるかアンケートしてみたら。でもそしたらアンチの方が多そうな気がする。うん、うん、嫌いとは言ってないよな。不快って言ったじゃん。不快だけど好きってこと？どういうこと？私のこと不快って言ったじゃん。不快だけど嫌いじゃないの。不快だけど好きってこと？じゃあファンチってこと？うん、めんどくさいね。うん、なんか評論家ぶるのもうざい。わかる？あ、こういうパターンもうざい。あ、お前こういう配信のやり方しろ、そうすれば伸びるんだからさみたいな、そういう謎マネージャーぶってるやつもうざい。でなんかちょっとなんか俺私すごい近い存在っぽい、なんかこう「お前さ」みたいな知らねえしお前のこと、気分は悪くないこれ、うん、いやキャリーちゃんのリスナーさんかどうかわかんないけどね、なんかねキャリーちゃんの時湧く、うん、キャリーちゃんのリスナーさんでもね、違う、キャリーちゃんのリスナーさんはマイのこと好きな人が多いんだよね。マイとキャリーちゃんのあれコラボ楽しみみたいな人が多くって、今全くマイとの嫌だって言われないんだけど、マイとコラボして終わった後あっちでなんだろう、眉嫌いとか言うけど、でもアンチってだからまあちょっとキャリーちゃんの枠見てもうある程度だっていって、まあ、見なくなるじゃん。でそうなった時に前とコラボするってなるとやっぱみんなコラボ楽しみってなる。うん、あとこれもうざい、なんか眉、あこれもあった、なんかキャリーちゃんの時だけキャリーちゃんにアイテム投げたいのになんか隣に眉がいるから。アイテムの名前見られると思うと本当にアイテムが投げれないから今アイテム投げれませんとかね、マジで性格悪いなって思う。絶対にキャリーちゃんのリスナーじゃないのに絶対違うんだよ、キャリーちゃんに投げたいのにとか、うん、絶対嘘だからね。そんな質の悪いリスナーさんいないから、キャリーちゃんに結構ねあるね、疲れちゃうんだよね、絶対投げないで、投げてみるよっつっても多分風船とかじゃない、わかんない、バカポテとか、あバカポテあったわ、バカポテとかでこれちょっと今投げるから前に見せないでびっくりマークみたいな性格はある。じゃあ花見ぐらい投げろよ、そこまで言うんだったら思わない？花火ぐらい投げてやれよな、マイのアンチ、うん、しかもそれやっぱりキャリーちゃんのリスナーさんじゃなかったらしいよ。性格悪い。さとみさんの時も同じこと言ってた、姉なんかマイの枠だからアイテム投げれないごめんねさとみさんとかね、うざいよね。てか普通になんかさとみさんのリスナーさんだったらそんなこと言わないもんね。うんで私半分ずつやってたしね時間、うん、さとみさんと会った瞬間に枠変われとかね、マジでうざいから、うん、まあでもそれでもさとみさんの時そんなあれなかったけど、うん、でもあんま言えないじゃん、突っかかると「え私さとみリスナーなのにさとリスなのになんか嫌なんだけどこの人怖い」とかね、本当にうざい。あイライラしてきたな、なんかイライラしてきた、あ本当にさとみさんすぐ会いたいって言ってた、マジで。まあでも本当そうなんでね、イライラしたら負けだし、なんかどうでもいい人に使うエネルギーってもったいないもんね、もったいないよね、無駄でしかない、マジで。嫌な感情って負になっちゃうしさ、うん。あでもね、さとみさんから実際連絡来た、女子会また近々しないって、雇ったんとね。で今月中だよ、今月中。うん、そうそう、さとみさんね、柴犬飼ってるからさ、それは楽しそう。たださとみさんってさ、働いてないでしょ。お金あんのかな。あんま配信もやってないし、お金大丈夫なんかな。そう思ってなかなか旅行とか誘いづらいよね。宣伝してた。なんかね、また今仕事探してるらしい。今ね無職だって。今新しい職探し中って言ってたよ。そう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 。さとみさんあんま配信毎日するタイプじゃないんだって。だ体力あればね向いてるんだけどね、絶対に。さとみさんねレジェンドだから。私もだからさとみさんと同じタイプだから、全然収入とか関係なかったら、ね、月1とかでもいいタイプ。あ、そうなんだ。あ、イベント中だからかな。今イベント中？最終日？そう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 。さとみさん見てる方が好きなんじゃない？うん。ね。さとみちゃんちゃんと仕事してるイメージ。あんや行きたかったな。あんやがねちょっと空いてなかったから、まあ、考えとくわ。さとみさんと何するか、今月中のどっか。ね、イベント出てるよね。何時でしょうかな、今日は。今日珍しく長時間やってんだけど、乾燥して次枠やったのなんて1ヶ月以上ぶりかな。すごい珍しいんだけど、これ昨日休んだからかな。楽しみ。考えておきます。違う、サボってたんじゃなくてマジで寝てた、一生。なんかちょっとね、なんか2日前ちょっと鬱っぽかったんだよね。なんか鬱っぽくって、めっちゃ寝たら元気になった。やっぱ昼夜逆転してんのがやっぱ良くないと思う。23時に起きるって悪いもんね、体に。久々に眠剤飲んで昼夜が逆転治そうかな。昼夜逆転、めっちゃ寝れるのすごい。いやもう目バキバキ。昨日なんて20時間 寝てると思うわ。20時間。ご飯食べて寝てね、ご飯食べてまた寝てで23時だから。でもいっぱい寝たら治った。なんかメンタルの調子悪かったんだけど元気になった。なんか鬱っぽかったんだよ。夜中から朝ちょっと起きてるのきつい。なんかちょっと頑張って昼寝して、まあ、昼過ぎにソリンチ行けばいいんじゃないかな今日は。てかさ、昨日大雨だったじゃん。内側に干してたやつもさ、洗い直した方がいいかな。めちゃくちゃ大雨だったらしいじゃん今日。うざうざいんですけど、洗い直すか。もうしょうがない。ふう。そういえばミータソちゃんが全然来なくなっちゃったね。たくまと仲直りしてからなんか来なくなっちゃった。寂しいね。そうなると思ってた。まあしょうがないね、それはね。後で洗い直す。配信終わったらもう一回洗い直すわ。まあね、喧嘩したきっかけがさ、山田くんだったじゃん。山田くんがね、まあなんか事の発端だけど、山田くんが嘘ついてるって思ってるもう今は。山田君が言うには、なんかその舞のことを、なんか舞は客でタクマホストみたいなことをタクマが言ってたって山田君は言ってて、でタクマ言ってないって言ってて、まあタクマじゃなくて山田君が嘘ついてると思ってる。それに関してはね、まあそうだね、多分そうじゃない。なんかリスナーさんからのなんかね、動画が来てたんだよ。その時の動画を全部見返したんだけど、あれは黒幕山田くんだね。なんかこうそういう風にさせようとしてた。山田君は一生関わりません。ずんぐりむっくりも。でも最近山田君あれだね、閲覧が増えてきた気がする。なんかそんな気がする。山田君、お前口臭いもんね。お前ブロックね。徹底的にブロックしてやろう。他枠でも徹底的にやってやるから。私のことを裾が口が脇が何でもいいけど、徹底的に絶対的に。たくまのコメント読んでよ。たくま来てないよコメント。たくまのコメント読んでよ。来てないよ。たくまも冗談ばっか言うじゃん。だから勘違いされる。まあだからそれも、ちょっとイラッとしてたけど、まあそれがでもさ、そのたくまのスタイルじゃん。別に私悪口言われてるわけじゃないからさ。なんかそういう閲覧をこうもね増やすやり方とかってあるじゃん。まあそれはまあいっかっていうね、まあその人のやり方だからね、それでいいんじゃないか。私もちょっと怒りすぎちゃったな、怒りすぎちゃった。まあいっか。まあそれをねたくまくんにも謝った。いろいろ言っちゃったんだよ。なんか匂わせばっかして、お前ってそういうやり方でしか配信できないのみたいな、なんかダサいんだよみたいなことをね言い過ぎちゃったなって。やり方なんで人それぞれだもんね、よく考えたら。何だね、コーヒー。まあ人それぞれ。大阪行くと山田絶対に来る。そしたらもう逃げる。便乗しやがってあいつ。そっか、大阪住んでるもんね山田くんね。眉が絡みたい人は源さん、ういたんね、やってないから。八王子さん、あとなんだ善一さんで、かやくさんはなんか気を使って謎にね多分コラボしないんじゃない。香川さんだって飲み屋に行くってこと？香川さん、うん、カーニャ飲み屋に行くってこと？どこにあるの？道頓堀にある難波とか近いかな、うん、あなた臭そうだからお前もブロック。桃奈々ちゃん、あ、そっか、桃奈々ちゃんも大阪か、うん、牧之内八王子さんのこと？八王子さんじゃあ八王子さん面白いのが、なんか私八王子さんと絡んだことないんだけど、かやくさんといろいろ会った時になんか巻物の手紙がね、かやくさんのドアに貼ってあったのかな、まゆちゃんとやったよねとかそういうことするんだねとか手紙書かれてて、八王子さんに受けた。私面識ないのに、え、パチューさんの AB 型なんだ、へえ、すごっ。